if it is anything。 はい、今ですね、犬ぞりの体験ツアーのお昼なんですけど、ワンちゃんがいてるところに今到着しました。見えるかな。これがね、アラスカンハスキーっていうワンちゃんらしいですね。映ってると思います。めっちゃくちゃ可愛いね。ちょっと近づいて撮りますね。やべー、今からね、この子たちに引っ張ってってもらいます。これがトラディショナルツアーか。なんかトロフィーがめちゃくちゃあるね。これはでもシベリアンハスキーじゃないか。ピンボケしてるな。はーい、のはーい、はい、次ですね、犬ぞりの操作体験ね、犬ぞりトラディショナルツアー、ちょっと電池落ちちゃって撮れなかったんですけど、はい、で今から犬ぞりのね、あの一人で操作をするやつですねをやっていきたいと思います。またちょっと向こう側で電池が持つ限りは動画撮りたいなと思います。じゃあ行ってきます。はい、今からね、犬ぞりの自分で操縦するやつですね。友達に前に乗ってもらって、僕が後ろから操縦するのを初めに見てもらいます。で次は僕が、座る形になるので、それもまた動画撮りたいです。バッテリーが持つ限り。じゃあ行ってきます。
ってる、雪食ってる。ああやってね、雪を食べるのはすごい喉が渇いてる証拠らしくて、水分補給のためにね、雪を食べるらしいですって教えてもらいました。かわいいなー。食べてるね、めっちゃ。というわけで今、犬ぞりのツアー全て終了してホテルに戻ってきました。すごい初めての体験でちょっとね戸惑ったところあったんですけど、ものすごい楽しい。これはね絶対皆さんね一度来た時には絶対体験した方がいいと思います。でなんかねワンちゃんちょっとすごい寒いんじゃないかとかねいろいろ思ったところあったんですけど、でもね結構みんなね大丈夫ですね思ってたより。でまあね伝統的なね、ワンちゃんの、使った移動手段みたいな形でね、ずっと使われてたんだなと思います。ちょっと寒かったのは寒かったんですけど、しっかりこういうね、インナーグローブ、スノーボード用のインナーグローブとかをつけて、レンタルのグローブをつける。で、あとこういうようなスノーボード用のゴーグルをつけて、前からの風をね、予防する。で、あとはこういうフェイスマスク、スノーボード用ので売ってるんで、こういうものを持っていくと、非常に暖かく快適に犬ぞりを体験できると思います。はい、なんでまだね今からねこの寒さを利用した動画をね今からどんどん撮っていくんですけども、はい、というわけで今日は犬ぞりツアーの方、ご紹介させていただきました。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんさようなら。あとグッドボタンもよろしくお願いします。バーイ。